こんにちは、しずかちゃんです。今日は中部総温泉に来ました。去年も来たんですけど、同じような時期に来たんですが、今年の方が寒い気がします。中部総温泉は長野県にあります。去年も入った、温泉の巨大プールに入っていきたいと思います。去年よりも少ないんですけど、寒いです。結構湯気が出てる。あーぬるい。はい、バスタオルになりました。今の外の気温は6度ぐらいです。水温測ります。28度ぐらい。息が白いです。28度ぐらい。去年の経験を生かして今回はゴーグルを持ってきました。それでは入っていきたいと思います。飛び込み毎年恒例これ。どうする、ここは暖かいけどさ、あっちは冷たかったな。いいよ。行くよ。結論から言うと、藻が見えた方がキモい。目が見えない方がいいし。寒い。バイバーイ。